四書は、儒教の経書のうち、論語、大学、中庸、申しの四つの書物を総称したもの。四詩、四詩書とも言われる。南宋の儒学者の手記は、五教への改定として、孔子に始まり、申しへと続く道が伝えられていると考えた。手記は、論語は、孔子、大学は、創始、中庸は、詩�詩子申しは、 申しのそれぞれの思想を伝える重要な書物とみなし、これを五教に先んじて読むべきとした。この四つの書物を、公詞、創詞、詩詞、申しに関連付けて、四詞、または四詞書と呼んだ。その略称が四書である。手記は四書それぞれに注釈書を表した。来期のうち総三の作とされた、大学と詩,詩�の作とされた、中央を特に取り上げる立場は、 宋代以前でも寛裕など同等を重視する学者に見られ、北宋でも二ほどな同学者が特に、これらを重視した。元朝以降、管理登用試験である過去の科目とされたので、独自の地位を獲得して、四書五教と併称されるまでに至った。伝説上、孔子の弟子想三の作とされた。壮大の寛裕、リラの同等論によって持ち上げられ、北宋の二ほどは、大学は、 孔子の遺書にして、諸学入り得の門と称した。二ほどの思想を継承する南宋の手記は、大学を来期から取り出して、論語、申しに同列に扱って四書の一つとし、二ほどの意を組んで、四書の最初において、受学入門の書とした。受科にとって必要な自己収養がいわゆる参考量八条目の形で説かれているという。収容は、もともと来期中の一編 式講師聖果が、獅子は、中庸を作るとすることから、講師の孫の獅子の作とされる。東大の勘誘、リラの同等論によって持ち上げられ、北宋の二ほどは、中庸は、アナモンデン州受信の方と称した。二ほどの思想を継承する南宋の手記は、中庸を、来期から取り出して、論語、孟子に同列に扱って四書の一つとした。現在では、 神代の著者の手になるとするのが一般的である。論語は、孔子と弟子たちの原稿録である。孔子の弟子たちの手によって整理された。漢代には今文系統のテキストに、ロ論ロ20編、サイロン22編があり、古文系統のテキストに、呂論21編があったという。前巻末の、長右は、ロ論ロを中心に同じく今文のサイロンと競合して作った。 呂高論を作り、さらに、五巻末の提言がこれを、コロンと競合して作ったのが、原稿の、論語とされる。孟子は、孟子とその弟子たちの原稿六。漢助芸文史以降、孟子は、諸子略や小書き、すなわち、書子百科の書に挙げられており、継承として扱われていなかった。孟子は長らく評価されない書き物であったが、東末、宋代の同等論によって取り上げられ、 手記によって四書に申しを入れられたことで、現在のような経書としての権威を確立した。ありがとうございます。